ちは予定空いてるよ。そしてカットする。作戦会議しよう。警備員さんにすごくどういう関係者なのか疑われながら来ました。なんだろうこれ。全然地元の食べ物ではないです。美味しそう。必要で成長にはある程度かな。いただきます。他人の目とか昨日より早くスタンプ返すとか。キャンプが見えたりね。そんなとこもいいんです。あの子のイオン感覚の可愛さとかもいいんです。無理とか。そしてあーよそこそをやめて。ここもマイクです。よろしくお願いします。2年だよ。早い。もうエマヨナが入ってきたよ。私たちはお姉ちゃんになったかな。なったかな。つってつってつって。小顔効果やめろ。やだやめて。結構さ、ここエマヨナの関係好きっていう人多いよね。確かに。なんかエマヨナとはまた違う。だって個性の爆弾、ね、個性の爆弾だよね。ツンツンツン。個性の爆弾だし、しかもね、お互いがお互いのね、リスペクトし合ってるよね。いい関係ですね。リスペクトして戦い合ってるよね。戦い合ってるね、多分。戦い合ってるね。ね、ね。でもいい戦いだと思うよ。うん、いい戦い。あ、いいじゃん、上の方が盛れるよ、ちょっとや。でもあなた見えてないよ、そういうところだよ。普通に慣れてコメントを残す方に有名なやつはいない。手がどっち側とかっていうよりも、なんか取られてる。うちらさ最重要人物、永遠も踊るし一瞬も歌えるから。あそこだ。はい。ここはどこ。名古屋。ビア。エビチュー。2曲。ニコン。エビチュー。ファイト。回してくるから、今日も絶対回してくるだろうと思ってこうやって歌ってたんですよ。それでも掴み取ってくるから。すごい。すごいね。ユナって人の髪の毛をこう持つ習性があるの。なんか前入った時もミレイちゃんのその行く捨て、あ、そう。髪をずっと持ってなんかスマホにケースにつけて見てください、ミレイちゃんの髪の毛です。そうか、スマートにキャリーケース、キャリーケースの中に実際いくら入れてましたよ。やばくない。去年の春ツアーは一緒に回りました。今年は、今年は、今年はちょっとお母さんに捨てろって言われて。そりゃそう。3年目もここなのか頑張ります。頑張るぞー。イエーイ。イエーイ。わー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 。またね。君は今日どうする。こっちは予定空いてるよ。そして今日どうする。作戦会議しよう。